日本は自然の豊かな国です。しかしその反面、さまざまな自然災害が起こります。県内でも長時間降り続く大雨による床下浸水や土砂崩れなどの被害が今月に入ってから多数発生しています。8月9日の木曜日、大津合同庁舎で県内自治体の防災担当職員を対象とした滋賀県市長職員防災基本研修が開かれました。災害が起こったときに迅速かつ的確な対応を行い、被害を最小限に抑えられるよう、台風や地震等の災害を経験された市町村職員の方にお話を伺い、災害対応に関する基礎知識を学んでいただきたいという思いでこの研修を開催いたしました。まずは去年9月に台風12号により大規模な被害を受けた奈良県五條市の事例として、当時の体験談を交えながら災害発生時の状況や対策本部の様子、現在も続いている災害の復旧・復興活動などの報告がありました。災害対応の基礎知識を身につける研修として、平時から被災時の状況をイメージすることができるように、阪神・淡路大震災や中越沖地震、東日本大震災などの過去の災害で発生したさまざまな事例の紹介とその対応についての説明がありました。また大雨や強風などの発生により発表される防災気象情報の説明や警報・注意報などの発表の流れについて説明がありました。研修の後半では災害図上訓練が行われました。参加者がグループに分かれ、大きな地図を囲み災害発生時の状況をイメージします。カラーペンを使って浸水危険箇所や土砂崩れ危険箇所を記入し、カラーシールを使って避難場所を確認します。また付箋を使って災害時の補足事項などを書いていきます。地図を囲んで協議することによって、グループ全員が災害時の状況や問題点を把握・議論することができます。ゲリラ豪雨など局地的な災害が多発する近年、研修に参加した職員たちは真剣な表情で耳を傾けていました。セーフティーニュース。8月4日の土曜日、東近江市で行われた夏祭りイベントの会場で、滋賀県のマスコットキャラクターのキャッフィーやゆるキャラの仲間たちも参加して防犯 PR 活動が行われました。夏休みということでですね、子どもさんもたくさん来られてますし、子どもさんに対する防犯意識の高揚、そしてもちろん一緒に来られている親御さんに対してもですね、防犯意識というものを高揚していただくために、今日は防犯啓発をさせていただきたいなというふうに思ってます。楽しい夏祭り会場で行われた防犯啓発活動、安心で安全な街づくりには県民の皆さん一人一人が防犯に対する意識を高め、犯罪を起こさせない環境づくりを進めていくことが大切です。